イベント情報をご紹介していきます。こちらは KSB のホームページに掲載しているイベントの今週のアクセスランキングです。祭りの文字が目立ちますかね。そうですね、うん、秋のお祭りですね。そんな中、岡山県の1位は岡山県吉備中央町の吉備プラザ周辺で明日とあさって開かれる岡山香川つながる食の大博覧会とオール岡山商工会マルシェです。この食の大博覧会では岡山と香川からおよそ50の店が大集合、地元のグルメを楽しめます。そして商工会マルシェは岡山県の20の商工会が連携して開くもので、岡山県のグルメや特産品が集まります。他にもですね、和太鼓の演奏や県内の中学校や高校の部活動によるステージイベントなども楽しむことができますよ。2日でお店どれぐらい回れますかね。そうですよね、いろいろ、ね、はい、食べ比べたいですね。見て回るのも楽しそうです、うん、はい。そして香川県の1位は高松三越で開かれているカヌレマニアです。カヌレの人気店が全国から集まっているので、プレーンだけでなく徳島からは和三盆を使ったものや石川からは能登の塩を使ったものなど、各地域の食材を使ったカヌレを楽しむことができます。このイベントは今月29日まで高松三越で開かれています。このイベント以前行ったことあるんですが、悩むんですよ。全部美味しそうに見えて、で全部美味しいんですよ、はい、いや私も今年は行ってみたいなと思います。この他のイベント情報もパーク KSB アプリから見ることができます。ぜひそちらもチェックしてみてください。